超高速奥の細道夏草後半戦。さあ後半戦は芭蕉が実際旅に出て平泉という場所に来た時の話をしていこうと思う。めちゃくちゃ大事な文章いっぱいあるけども訳も覚えること、そして俳句の季語や季節技法も覚えること、このあたりを大切にして点数取りに行こうね。じゃあ早速文章いくよ。三代の栄養一線の知恵ね。これまず三代って何氏のこと？これね、奥州藤原氏という人たちなんだ。この奥州藤原氏という人たちが三代ね、おじいちゃん息子孫という三代続いていたと。これが一睡のうちにしててどういうことかっていうと、栄えたんだけどね、一回寝て消えてしまうように儚く消えちゃう、すぐ消えちゃったっていう意味があるんだ。そして大門の後は一里こなたにありと。さあここから何がわかるか、よく聞かれるよ。これ大門っていうのが大きな門、つまりいわゆる玄関さ。で家から玄関までが一里あるんだって。一里ってどのくらいか覚えてる？そうこれね、4キロね。だから家を出てから自分家の門を出るまで4キロあんの。もう遅刻確定だな、僕だったら間に合う気がしない。だからそれぐらいめっちゃ大きい家に住んでるってことから、そうこの奥州藤原氏がとてつもない勢力を持っていたってことを表してるんだ。それが一瞬のように儚く消えてしまったっていう文章なんだね。続けていくと、秀平が後は伝家になりて、この秀平がのがは一文字また変わるよ。何に変わる？そうこれのに変わるからね。秀平がいた後は田野、畑や野原になってしまって何もなくなってるっていう風に意味になってる。唯一残ってるものは、そう、金鶏山といって、秀平が金のね、あの鳥を埋めたという伝説が残ってる山だけ残ってるんだ。そして場所は、ある場所から川の様子を流れてるんだけど、どこからかわかる？そう、これ、高田地という場所から場所は川の様子を見ているんだ。もう場所と場所って紛らわしいね。で、高田地って何かって言ったら、この源の義経の館があった場所に登ってその様子を見ているんだってと。この源義経という人、歴史で出てくるけど、この三代にわたる奥州藤原氏と関係がある人で、ここで育っていて、かつ自分が源頼朝お兄ちゃんと喧嘩して追われた時にかくまってもらったから、この奥州藤原氏と関係があるんだね。でその義経が住んでいた館のあった場所から今芭蕉が川の様子を眺めています。そして安平と出てくるけど、この安平も三代奥州藤原氏の一人ね。蝦夷を防ぐと見えるって言葉が出てくるけど、この蝦夷って何？そう、これ実際ね、東北地方や北海道にいた、恵比氏と呼ばれる、いわゆる当時、一般の日本に住んでる人とは違うとされた違う民族のことを蝦夷って言ってます。例えば、征夷大将軍としていた魚の田村麻呂覚えてるかな？この征夷、征服する恵比氏。この蝦夷って言葉がつくと、日本人ではないものっていう意味を指したりするよ。征夷大将軍とか、尊王攘夷、外国人を追い出せっていう攘夷の意とかね。っていう風に、この蝦夷が攻めてくるのを防ぐためっていうような文章になってるんだ。さても疑心すぐってって出てくるけど、さあこの疑心って何のことかって、この義の字はさっき出てきた源の義経の義で、心は部下っていう意味を持つ言葉ので、義経が部下を募ってこの城にこもったとなりますね。義経お兄ちゃんと喧嘩して逃げてきたけど、実際その後奥州藤原氏に攻められちゃって、でここで命果てていくっていう最後を迎える。まあ、もう一個はね、あの、なんか逃げて、チンギさんになったっていうね、説もあったりするんだけど。で、光明一時の草むらとなる。ね。光明を一時立てた。つまり、名前は一時ものすごく有名になったけど、草むら、もういなくなってしまったよ。あとは何も残っていないよっていう風に、ここもさっき出てきた三代の栄養一睡のうちにしてと同じで、一瞬のうちに儚く消えていったっていう意味になってるんだ。そんな様子を見た芭蕉がこんなことを言ってる。国破れて山があり、城春にして草を見たり。実はこれって芭蕉が憧れていたある人の漢詩の一部分なんだけど、これね、ぜひ覚えておいて。芭蕉が憧れていた徒歩という人の春望という漢詩の一節なんだ。国がなくなってそこに春が来て今はね、草が生えてますっていう、さっきの光明一時の草むらと同じような意味になってるんだね。で、そんな漢詩を歌いながら芭蕉は自分が被ってた傘を下に引いて涙を流しましたと。さあ、芭蕉はなんで涙を流したんだろうね。これめっちゃ出るよ。つまりは人間の儚さ。ね。頑張ってもすぐ消えていってしまうような儚さを思い忍んで芭蕉は涙を流しながら俳句を読みます。夏草や、つわものどもが夢の後。さあ、まずこの俳句の季語と季節は？そう、季語、夏草で、季節は当然夏。区切れどこだろう？そう、これは、食切れ。だからね、一区切れじゃないよ。夏草、矢で切れる。矢が切れ字になっているからね。そしてこの俳句に使っている技法は、そう、前半戦の内容覚えてる？漢字で終わってるから、これ、体言語でになってるよ。そして、いきなりもう一個俳句出てくるね。ね、うの花に、金房見ゆる、白髪かな。空。なんだこの空って。これね、芭蕉さんのお弟子さんで一緒に旅に出た人がいたんだね。さあ、このうの花や、あ、うの花に、金房見ゆる、白髪かな。この季語と季節は、これ、うの花。うの花ってどんな花かってピンとくる？こんな花です。で、このうの花が咲く月のことをうずきと言って、今の4月の旧暦の言い方になってます。
ってことは4月だから春じゃないのって思うかもしれないけど、季節は夏です。当然、芭蕉さんの俳句と一緒に読んでるから、夏草の夏と一緒って考えればいいんだけど、4月が夏の理由は、昔、1、2、3月が春って考えたの。だから、新春明けましておめでとうございますと。新年が来ると、春が来たって考える。まあ、前半戦もやったけど、ね、春が経つ、ね、立春のことを2月だったので、春は1、2、3月。なんで、4、5、6が夏って考え方があるから、うの花が咲く季節、4月は夏扱いだから、うの花イコール夏だからね。で、見ての通り、うの花って白い花なので、そのうの花を見ていると、ここで昔戦っていたであろう、金房っていう、源義経の部下の中でも、ね、特にご高齢だった、おじいちゃんだった、ね、人がここで戦っていた、その白髪がブンブンね、揺れているようなことを思い出せるようだな、なんていうような俳句になってます。ちなみに区切れば、そう、これ、区切れなしになってます。なぜかって、切れ字がカーナって一番最後にある場合は、これ、区切れなしという扱いになります。